ありがとうございます。めっちゃ痛い。よいよ。目がものすごく痛いです。なんだろうね。うん。挟まった。おはようございます。今日の朝の配信のラストの枠です。すごいたくさんのクッキーありがとうございます。おはようございます。それではね、ラッキーカラーの方を占っていきたいなというふうに思っております。こちらのすごいたくさんのあるたくさん色があるんですけれども、この中からね一つ本日はね引かせていただきます。それでは行きます。今日のラッキーカラーはフィニッシュします。ででん、赤です。おー、なかなか出ないですね、赤は。この間ね、オレンジとか黄色とかが出たことがあったんですけれども、赤、ちょっとね、真っ赤なハートということで、のぴちゃんへの愛をたくさん伝えてください。お願いします。で、カープの赤ですね。まるでのぴちゃんの皆さんへの気持ちみたい。ぜひ、あの赤色のアバターに24分までに着替えていただけたら、お名前をお呼びします。アバターの一部に赤色が入ってたらお呼びしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。次男女が変わるまで約5分後です。おはようございます。イエーイ、ハートありがとうございます。すごいたくさんのクッキーのシャワーありがとう、嬉しい。赤色のアバターにぜひ着替えてみてね。ありがとうございます。あれ、テロップ入れられてない。なんでさっき入れたのに。おー、すごい、なんかダンディーな方がいますね。
アバター、メロンのあさこさんありがとうございます。私のねこの壇上の劇場内にいらっしゃる方、ノピシアターにいらっしゃる方の100位からお名前をねお呼びしたいと思っておりますので、もし今その中にいらっしゃらない方はごめんなさい、ちょっとお呼びはできないんですけれども、またぜひ今度ね明日もねやろうかなっていうふうに思っておりますので、ぜひ100位狙って入ってみてください。そしたらねお名前が呼ばれるかもしれません。おはようございます。虹色の星ありがとうございます。ウキもハートもありがとうございます。嬉しい。皆さんチョコポップをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。無料のねデイリーミッションを達成する場所があると思うんですけど、その隣にバレンタインの達成する欄がありますので、皆さんはそこにミッションを達成していただいて、キラキラ星を500個ということで、ノアピちゃんと、研究生ではなく正規生さんのところにで投げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。でしたらねチョコポップが手に入ると思いますので、それからノアピちゃんのところでチョコポップを投げていただけたらありがたいです。おはようございます。あきこももさんありがとうございます。ハリーポッターさんもありがとうございます。おたかさんもたくさんの空気ありがとうございます。ウィザード様ありがとう。おはよう。ではねそろそろ壇上が変わる頃になりそうですね。私も準備をしたいと思います。お名前を呼ぶ準備をていきます。おはようございます。命大事にその中で一生懸命頑張っていきましょう。イエーイ。うん、たくさん、ああね、私もいつの間にかアバターがたくさんあって本当になんか嬉しいですね。ではお呼びしていきたいと思います。赤色のアバターに着替えてくださってる方お呼びしていきます。うん、じゃあいきます。たかぼうさんありがとうございます。めっちゃ真っ赤、嬉しい。テイカーさん、トヨトスさん、トヨトヨスさんか、結構皆さん入ってますね。すいません。高坊さん、宗隆さん、豊洲よしゅさん、テイカーさん、シーンボイスさん、ヒーさん、ウレタラさん、ユーナギさん、タケオさん、カムカムさん、ファイトワークさん、アオさん、ありがとうございます。ハーさん、ヒロさん、ありがとうございます。でなるさん、アリさん、チャリオさん、ケイノジさん、パンダさん、パンダさん、ジョインさん、ありがとうございます。
活性さん、青色大好きさん、まさきちさん、ささきちみたいな感じだね。ありがとうございます。こちゃみんさん、今変わる、今変わったよ、はい。すごい変な声出たね。しんぼしさん、ひーさん、うれたるさん、ゆうなぎさん、たけおさん、ふわっとおいしくんさん、かむかむさん、あおさん、はーさん、ひろさん、なるさん、ありさん、チャリオさん、へんのじさん、パンダさん、ジュインさん、うんうん、青色大好きさん、まさきちさん、こちゃみんさん、本当にありがとうございます。モスコ、モスコ、モ、モ、モスコルさん、モスコルさん、ありがとうございます。ミッチーさん、チョイタさん、おー、うん、エヌリバーさん、奥行きさん、バトーキドーさん、夏みかんさん、かっこいいこのロボット、すごい売ってる。平津さんはなんか点々のところに赤が一個入ってるな。シャーちゃんさん、みそかつさん、おお、着替えてくださったんですね。マックスさん、ありがとうございます。ウィザードさん、町の電気屋さん、月平さん、これはオレンジだね。セミさん、とああビーディマンさんは赤が入って、ちょっと入ってる、ビーディマンさん、ゆうくんさん、あとはお、ペンギュインさん、かわいいね名前、船尾さん、キャマキャマさん、メリーさん、ちゃんとみんな赤入ってるね。大津さん、なりすまかっぱさん、ありがとうございます。シュウアンコさん、サクさん、デイビッドさん、イコルさん、ピピートマトさん、ブルームーさん、フラベさん、スキチさんはオレンジだね。ホリちゃんさん、キドコのパパさん、奥高さん、ルルルタンナさん、ありがとうございます。皆さん本当にありがとう。全然戻っていただいて大丈夫です。あ、サミさん、これペンライト赤だったね。ありがとうございます。はい、皆さんお着替えしていただき誠にありがとうございます。はい、今日は情熱的に燃える一日となることでしょう。よろしいですか、皆さんの心の中を。いつものぴちゃんのことを考えていてドキドキしちゃって真っ赤に染まってしまう感じですかね。おはようございます。このね、企画はね、ファンの方のお名前もね覚えられるし、そう、お呼びできるっていう、ファンの方も得だし、のぴちゃんもそう覚えられるっていういいことがねございます。あ、そう、メラメラ燃えてます。灰にならない程度でメラメラ燃えてます。そうそう、ウィンウィンなんです。あ、そう、昨日ね、誰かといたよのサビをね弾かせていただいたんですけれども、その後ね、なんか暗闇をね、なんかその流れでね歌うことになって、そう弾くことになって、またね、いつかね、ST48 のねコンサートとかでもバイオリンが弾けたら嬉しいなっていう風に思いましたね。ねえ、おはようございます。あ、お上手でしたか、ありがとうございます。
ね、本当に昨日もね、皆さんたくさん拍手ありがとうございましたありがとうございます、頑張ります。ねえ、青いひまわりに入りたいです。去年のあの初期の時の密かな野望に、あの青いひまわりに入りたいっていう風に、そう公式でねちょっとね、あの発表されているんです、いたんですけど、うん、やっぱりね入ってみたいなっていう風に、まあね、これはね実はね裏話があって、そうなんでこういう風に書いたかっていう、まあ、詳しくはねあんま言わないんですけどそう、うん、確かに。おはようございます、青いひまわりのバイオリン担当、新しいですねバイオリン担当おはようございます。ねえ、確かにこっそりでね、急にバイオリン入っててみんなびっくりみたいな、馴染んでるみたいな本当ありがとうございます、たるまさんもありがとう。確かに面白そう小処理とね、うん、確かにめちゃめちゃしそうありがとうございます。なんかそう一番その初期の頃もなんか本当はその一つ目に写真集を出したいっていう風にちょっとね書いてたんですけど、うん、まあいろいろあって、そういくつかあった中からちょっとねまた別のこういうのいいんじゃないっていう風になって、ほうほうほうってなって青い、ああ確かに入りたいっていうのもあったので、そう青いひまわりに入りたいっていう風に書きましたおはようございます。バイオリンはね、メロディーの担当なの で、 あれです、ね、サックスと役割が少しだけ似てるかもしれません。安住に教えてもらったんですけど、サックスは安住のサックス、持っているサックスはあれらしいです、ソプラノリコーダーとあの指を押さえるのが一緒らしくって、でもなんかシャープとかフラットはやっぱり違うんですけど、そうそうそう、なんかそれを聞いて初めて知って、あそうなんだって思いました、抑えるのが一緒だよみたいな、だから少し覚えれば楽しいよみたい な、 なんか、はあなるほどみたいな、ドレミファみたいな、ね、すごいよね。おはよう、うんですね、おはようございます、あきまさんありがとうございます、ヨーマイクさんもありがとう。ピラピラピラリピラピラピラリ、でもあの肺活量がやばそう、ファックスはあのめっちゃブーンってうーみたいな、なんかすごいこんな感じになってたもん、なんかアズミンの顔が
みたいな感じだったから、なんかものすごい息、そのなんだろうの量をもうなんかって感じだったからね。フルートもね、私はやってみたいなっていうふうに思いました。あ、これもあずみに教えてもらった人ことがあって、あのオーボエとかのサックスって木のあの吹くためにあるそのね木のあれがあるんですけど、あのなんだっけ、薄いねリードがねあるんですけど、そのリードをつける楽器が木管楽器ですって言われましたでなんかつけないフルートとかが金管ですって言われて、あ、そうなんやだからトランペットとかあのホルンとかはそう、フルートとかは金管楽器で、オーボエとかサックスは木管ですって言われたんですけど、ですよね、え、フルート金管木管でもなんかついてないから金管だよって言われたんですよ。ああでその場ではね、あそうなんだって言ったけど、木管か、フルートだね。あ、フルートいけるかもしれないあのフルートもすごくサクッと似てて、あのめちゃめちゃ息を使いそうです。口に下にフラフラがあるから、ここにあるからね、こうやってよくあの友達が吹いてました。フルートは木管楽器ですが、木管楽器はリードを使って音を出し、だから金管楽器は唇を震わせて音を出す。じゃあフルートは、フルートはクラリネットやオーボエのような、物理的なリードはないが、だがしかし、いやエアリードを使って音を出すのでエアリードないってことだよね。ないけどエアのリードを使って音を出してるの？え？そうなの？エアリード、やばね、なんかちょっと無理やり感あるよね。エアエスカレーター確かにウィーンなるほどね、エアリードなんだ。あのリードっていうね、吹くときに必要なものがあるんですけど、それのがないんだけどエアな感じのリードがここにあるよっていうので、これどうどうでしょう。あったか、おはようございます。シチューがね届きました。ピチュー、昨日はピカチュウの日、ピチュウピカチュウライチュウ、うん、そうそうそう、リードがねあるつもりで吹くっていうことですね。うん、多分どうやってトランペットって鳴らしてるんだろうね。唇を震わせて鳴らしてんのか。ポポポって鳴らしてんの
野球に欠かせない、確かにね、大事大事。 Bread シチュー、最高の組み合わせだね。いただきます、いただきます、美味しそう。へえ、どうやって拭いてた？ポポポって鳴らしてたの？キラドスありがとうございます、嬉しい。皆さんもね、ナピちゃんにキラキラと無料のショーゴールドチョコポップをいただけるとナピちゃんとても喜びます。よろしくお願いいたします。うん、難しそうだな、ペット。なさそうだな。うん、マウスピースを使うとそれができるのでラッパーの音にならない。マウスピースああなるほどね、難しそうだね難しそうだねうんうん、ねえ、難しそうよね。なんか楽器はね、そんなすごいなんかめちゃめちゃ簡単っていう楽器もねたまにあったりしますけど、なんだろう、やっぱきちんとね綺麗に音を出すとかってなるとめちゃめちゃ 大変だから、それまでが。プリンセスやなどうだ、急に出てきたすごい、ロデムさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、チョコポップ Thank you。 弦楽器は、ものすごく難しいです。ちょっと位置が違うだけで全然違う音になったりするので、そう、ものすごくね難しいです。 0.1 ミリずれるだけでもんっていう音になったりするから、正確にそこの場所を押さえなきゃいけないっていう、とてもね大変な感じだけど、とてもね楽しいですよ、やっていて。やっぱり弾けた時ってものすごく気持ちは良いですね。ありがとうございます、うん、あ、ジャイアンのショークさんおやすみなさい、ありがとうございます、見に来てくださって、入部してあげてくださいねじゃあ半分入部希望って書いてあったので先ほど、
はよう。そう、シビアだよね。あ、ピピピかい。あらま、鈴鹿さん嬉しいわよ。もう全然大歓迎だからね。いつでも皆さんのこともお待ちしております。浮気してくださるのは全然大歓迎だよ。私は秘密を守るタイプなので大丈夫。目の良さはねあんま関係ないかも。目の良さは実際あんまり関係ないかもです。なんか目の良さというよりも感覚の良さが重要かも。こっからここの感覚、ここだったら第3だ、ここだったら第1だわ、ここだったら第2だ、ここだったら第4だみたいな、なんかそう、その感覚的な問題が多分一番大事かもしれない。バイオリンはで、それを確実に覚えていく。目の、確かになんか最初の方は目の良さが若干必要かもしれない。弓の練習の時とかはこっちの弓の方はちょっとだけ目の良さが必要。手が小さいと不利。小指が長いと有利。小指がそう、なんだろう、ちょっと短いとかそういう方はちょっと不利かもしれない。うん、ちょっとね。でも大概こうやってやればなんとかなるので小指も全然大丈夫です。あとはバイオリンのサイズを小さくすれば、そのなんだろう、身長に合わせてとかに、ね、それでねお店の方と相談してやったりとかっていう、感覚変わりますやっぱり。なんかその楽器が変わると感覚が変わります。この感覚なんだなみたいな、その指のね間の感覚とかも開いていくので、そう、最初このぐらいだったのに今になってはこのぐらいになってるのでめっちゃ開くんですよ。そう、引っ張る怖い。うん、あ、回答ね、結ぶときね、確かに。ピアノは手が大きい方が有利です。手が小さいとちょっと不利です。オクターブのダダ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 みたいな、めっちゃこうやって弾くときにこうやって同じときにタイミングで、これはまだいけたりするけど、ここで一緒に連打するのが多分難しくなってくると思います。私の友達は小4のぐらいのときにドからレぐらいまで届いてて、ドド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 からドのちょうどオクターブを普通に弾けてました。うん、そうだね、確かに男性の方有利かもしれない。そう、すごいよね。私もまだそのところドからドギリギリだったからちゃんとは弾けなかったです。今となってはね、普通にねドからド届くようになりました。うん、バスのね準備はねしてますよ。
そうそうそう、エレキトーン弾いてみたい。ピアノと似てるんですけどちょっと違うみたいな、エレキトーン。一つ全然違うのは足でも弾くとこです。エレキとはね、足でも弾くんですよ。あと2段あって、そう、弾く場所がね2段ありまして、ちょっとねややこしくなりそうでした。でピアノは全部1段で、下に3本ね大体あるんですけど、じゃーんって踏むとね、うーんみたいな感じになるやつもあります。それを止めるとガンって音が止まったりとか。ちょっと詳しくなりました。うん、パイプオルガンね絶対かっこいい。弾けたらホールとかにねあるからね、パイプオルガンね。ラストの番、これを食べたら歌って終わります。美味しかったです。そうね、ピアノとかは持って歩けないのにね、電子ピアノとかになりますね。ちっちゃいこういう持てるやつとね。美味しかったです。ではね、歌って終わります。では載せます。ポストいたしましたので、おはぴぴだけでもぜひ返していただけると嬉しいです。コメントお待ちしております。
せて映像ブルーをご覧いただきありがとうございます。トゥーブ映像タイファイヤーさんありがとう。イレブンサクちゃんありがとうございました。ウラブさんありがとうございます。サクさんありがとうございます。ねん is beautiful to us. Thank you very much. ねん is beautiful さんありがとうございます。ねん seven is nice. Thank you very much. ねん six is akima さんありがとうございます。ねん five is tsukiba さんありがとうございます。ねん four is hori さんありがとう。キノコカナパパさんありがとうございます。セカンドイズオクタカさん Thank you very much。 フリッドイズルルタムさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。初めて聞いた。はい、嬉しい。こちらこそありがとうございます。本日も配信ありがとうございました。皆さん、お元気な方お疲れ様です。これから仕事の方、学校の方、頑張ってください。発表も行ってきます。ありがとうございます。楽しくやろう365日。ゴルさん、みぞりえじくさん、かこさん、ありがとうございます。スカーさん、ケイトさん、ユフィトワブさん、ネコキャットさん、ありがとうございます。アイビーさん、ありがとう。わー、紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。腕出される、なんだか何言うてんのさ。ただ、進むだけ。ありがとうございます。ロテムさん、シーさん、ありがとうございます。